はい、どうも、こんにちは。こんばんは。ジャッジメントです。今回ですね、アニメイトの方で久しぶりに買ってきたんでね、5月11日発売の CD を買ってきたんで、紹介したいと思います。よかったらってなんだ。ってことでね、ちょっとね、撮り直し、これ、テイク2なんですけども、さっきね、撮ってたらなんかスローモーションのやつにしてて、カメラの設定を。なんかスローモーションで撮れてたんですよ。もーとかなってたんで、ちょっと撮り直してます。はい。ってことで、今回買ったのがこちらね。ちょっと暗いかな。よいしょ。はい、こちら。まあね、誰かわかりますかね。鈴木好美さんですよ。ああ 落ちちゃった。はい、こちらね、アニメイト特典のブロマイドですね。サイン、複製サインので、この一言コメントってあるんですけど、これみんな違うかな、違うのかな、どうなんだろう、わかんないですけども。はい、でこちらの特典のブロマイドと、でね、こちら、ちょっとね、本当に撮り直しなんで、ちょっと開けちゃってるんですけど、この紙はもう剥がしちゃってるんですけど、はい。で、これね、アニメートで、予約の人にこうつけて、入れてもらってるやつですね。はい、ということで、こちら。でも開けちゃってるんで、開けていきましょう。はい、こんな感じですね。僕はね、今回ね、初回限定版の方を買いました。まあ、税抜きで1800円で、税込み2000円ぐらいかな。だいたい1900何円とかなんで。でね、通常はまあね、ここアニメの柄で、iTunes の方もアニメの柄でしたね。はい。本当にね、これ、ここに書いてるのね、前向きな気持ちになれる一枚ってことでね、iTunes の方で僕は聞いたんですけど、先に。本当にね、前向きになりますね、この曲は。いいですね。おすすめです。皆さん聞いてみてくださいね、よかったら。で、こちらね、DVD、なんかね、おしゃれだね。高級レストランとかにありそう。一緒なんで、 DVD と CD の柄は、ちょっとここに反射するように光沢があるっていうか、そんな感じ、反射レンズ使ってみたいな感じですね。はい。ってことで、今回はちょっと短いかな。はい、ってことで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。